画だって。え、なんだろう、雑音、わかんない。なんだろう、扇風機はここにあるけど、扇風機かな、ちょっとわかんないです。扇風機は、でもさ、こんなさ、そよそよした扇風機にさ、そこまでそんな大きい威力はないでしょ。扇風機そんなガガ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 って言ってなくない？普通にさーやで、音雑音消えたやって、扇風機回ってるけど絶対扇風機ちゃうな。なんやろ。でもよくなんかショールームなんかあれなるって言うから、多分それじゃないかな、わかんないけど。どうなんだろう、ちょっとわからない。キャラビア良かったです。ってありがとうございます、ありがとうございます。イエーイ、やったー、嬉しい嬉しい。下表ってのあスタイルに憧れるから宣伝してたよ。嘘、絶対下の方がスタイルいいよ、めちゃくちゃ。下の方がスタイルいいよ、私より全然。ありがとうございます。私はシュープレゲットしたのか、あ、してないしてない。もうシュープレゲットしに行くこと忘れてたわ、普通に。
ちょっと忘れてた、シンブルに。忘れてた、完全に。もうちょっとそれどころじゃなくて、私の今頭の中がちょっともうやらないといけないことが山のように積まれすぎてて、ちょっといっぱいいっぱいで、なんか全然それ全然ゲッコンビニによることを忘れてたわ。コンビニによることをね、ちょっと忘れてた。コンビニ寄る時間すらもったいないなって思ってしまったシンプルに。明日はね、明日朝から稽古で、夜まで稽古して、稽古したらそのまんまの足で TDC リハに行かないといけないんですよ。そのまんまね TDC リハに行って、帰ってきたら、帰ってきたらまた違うもん、違うねことをしないといけないから、明日は本当に一日やばいやばい。 TDC のさ、リハダンスもさ、この間一回投資したけどさ、もうそれしかしてへんからさ、もうそのダンスの復習も明日多分、あの明日リハあるけど、多分曲は多分できんから、多分はい、こういうこうでこうでこうでっていう説明ぐらいしかできんから、ちょっとさ覚えないといけない、それも復習しないといけないし、明日結構投資やからさ、頭から。それも今日言われたことと、ちょっと変わったところとかもあるし、復習してできるようにしないといけないから、ちょっともう頭がいっぱいすぎて、ちょっとそれどころじゃなかった。普通に明日マジ一日大変だから、ちょっとやらないといけないことが多すぎて、なんかその他の余裕が全然ないから今。全然買わないとなぁとは思っとったけど、それを忘れていた完全に。買おうって思ってたけどね、ゲットしないととは思ってたんですよ、思ってたんですけど忘れてました完全に。本当に電話買ってきてもらおう。そうなんすよ。でちなみに明日のショールームは朝しようか、そうしないか迷ってる。でも唯一の救いがさ、朝がさゴリゴリに早くないかさ。なんかさ、普通にいつもレッスンとかだったらさ、9時からレッスンとかやからさ、7時とかに起きんと間に合わんくなるのね。でも明日はありがたいことにさ、そんなに早くない。でもどうしよう、なんかもうめっちゃ迷う。稽古終わって TDC リハ終わって帰ってきてからやるか、でも帰ってきてからちょっと時間ないかもしれんな。どうだろう、でも朝はなんか割とバタバタしてるからワンチャンできないかもしれない。できなかったら夜ってことで思っといて、みんな。できなかったら夜、普通にね帰ってきては全然時間は間に合うんですよ。その24時ギリギリになるとかではなくて、そうそう、その時間は全然あるねんけど、そう、じゃ次までの時間がなくなるっていうだけなんで、まあどこでやろうと、あの自分の首は締まるだけだからいいんですけど、だからどうしようかな。多分朝もしやってなかったら、あ、もう朝バタバタしてできんかったやな、夜すんるんやって思っていただけてたらありがたいかな。そうで
させへんかったら夜やなと思って、でも夜もう何時かわからん、もうそんなんリハ終わって帰ってき次第やから、まあまあまあ9時とかかな、9時とかぐらいには帰ってこれるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあちょっと詳しいことはねわからない。まあリハのね時間は決まってるんですけど、そっから帰ってとかさ、ちょっとわかんないじゃん、自分がまた電車間違えるかもしれへんしさ、とかってなったらなんかちょっとわかんない、いつだろう。まあとりあえず夜だな、夜9時ぐらいじゃないかな、8時ぐらいかな、何時からだ、何時までだったっけな、今全然忘れちゃった。でもなんかそれぐらいやから、なんかちょっとあのいい感じの皆さんのなんかタイミングが私のショールームのタイミングとまあ合えばよかったら見に来てください。15分だけですけど、なんかもしかしてめっちゃバタバタしてるかむっちゃ疲れとるかやと思う。多分絶対なんかもうすごい多分こんな感じだと思うけど気にしないで。多分頭めっちゃ使ってるから、あらどうしやから、多分結構頭使るんですよ明日の稽古。まあ毎日頭使うけど、いや多分めちゃくちゃ疲れてる。でそれでリハもしてなんか朝も早くて移動もいっぱいしてたもん、もうこんな感じだと思うけど、なんかもう顔死んでても、ちょっと本当にごめん、さっき言っとくわ、顔死んでると思うで、いやちょっと本当にマジで本当に申し訳ないけど顔が死んでると思うんで、もうそういう時はそっとしといてください。あ疲れてんねやなと思って、なんかそういう顔見たくないなって思うんだったら、毎日やってるからまた違うタイミングで、まあ違うタイミングでとか言うたとしても、もう多分ここ多分6月いっぱいぐらいまでは多分もう本当に15分しかできない時間が取れなくて、ちょっとやらないといけないことがすごく多くて、なんかやらないといけないというか、なんかその起こさないといけないことがすごいたくさんあって、なんかそれこそ今度のアジフェスとかも出るんですけど、私が舞台の本番中になんかレッスンとかがあるらしくて、私多分フリーで参加できないから被ってるので、多分地起こしになるんですよ。私基本地起こしすごく苦手で超時間がかかる人なので、多分、うん、ちょっと6月いっぱいいっぱいは多分結構自分がいっぱいいっぱいすぎて、ちょっと私がね器用に上手にできないから、もう多分いっぱいいっぱいで、多分もうなんかあもうやばい、あれもせなあれもあれも覚えないとってこう結構わーってなってるかもしれへんから、それはマジで許してください、お願いします。そういう感じでもう15分経ったかな、立ちやしたかね、15分、全然わからん、全然カメ見てへんかったわ。13からもうちょいか、いやもう来たぐらいじゃない、まだやって、まだ、あともうちょいや、あと数分、あ、うん、あそう、シュープレさんとかのオフショットもさ、なんか何枚かは出していいよって言われたから、出そうって思って、出そうとは思ってるんですよ、それはもちろん出そうと思ってるんやけども、なんかちょっと携帯自体あんまり見てたりはするのよ、メンバーのピピピュー、あんまり深く見てなさすぎて、ちょっと何載せようかとか全然決めてないし、なんかどれがどうとかもちょっとやってない、マジでごめん、出さないといけないんだよね、分かってるんだけどさ、すいやせんね。ではランキング見ます。13位早道さん、とりあえず7冊買いました、ありがとうございます。12位ロバーさん、11位カズさん、シュープレ6枚目の写真が好きです。おお、なんだろう、私まだちょっとゲットしてないから後で見ときます。10位ヒカル 400X さん、9位近いシーさん、8位台湾の夜嵐さん、写真集綺麗ありがとうございます。7位ナッティさん、6位シンドさん、結構ファイトだってありがとうございます。5位春太郎さん、4位キリアさん、シュープレ10冊ゲットして
てきて、今日も頑張ります、ありがとうございます。パチ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 。3位タカさん、2位ガラチさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。私はこの後もいろいろやらないといけないことが山のようにあるので頑張りたいと思います。イエーイ。はい、というわけで今日見ていただき本当にありがとうございました。またね、明日バイバーイ。明日頑張ります。